どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ね、妻用に、楽天ミニね、私購入したんですよね。ということなんで、今回の動画では、一応ね、楽天ミニこちらにあります。で、こちらの開封とね、あと、まあ、楽天ミニのね、あの、端末自体の開封とかの動画って、まあ、結構ね、YouTube にね、結構アップされてると思いますんで、まあ、一応開封とね、やっていきたいと思うんですけども、一緒にね、今現在、楽天アンリミットの、キャンペーンですね。ちょっとね、楽天モバイルのね、アンリミットのキャンペーンなんですけども、まあ、私が最初に動画出してからね、結構ね、後出しでキャンペーンね、あの、続々結構出ておりますんで、まあ、そちらもね、一緒に、解説ね、していきたいと思います。それではね、行ってみたいと思います。ちょっとね、あの、こちら段ボールね、まあ、見ていただけたらね、わかると思うんですけども、開いてるんですよね。これはですね、ちょっとうちの幼い2歳の息子がですね、ちょっと油断してたらですね、封開けてたんですよね。まあ、中は大丈夫だったんですけども、で、中をね、取り出すと、よいしょ、こんな感じで、楽天ミニ。後ろのね、ピロピロがもう外れちゃってますけど、こんな感じです。これね、かなり小さいんですよね、箱見てるだけでも。あとでね、端末中出してね、ちょっとクレジットカードとかでね、比較していきたいなと思うんですけども、それではね、実際に開封、やっていきたいと思います。それではね、実際に開けていきたいと思うんですけども、今ね、ペロペロを取って、この状態ですね。この状態で今置いてあります。で、中に入ってるものはこちらの初期設定の紙ですね。ちょっと照明が当たっちゃうとあれかもしれない。こんな感じで、初期設定の紙と eSIM 版スタートガイド、楽天ミニはね、 eSIM になってますね。こういうスタートガイドがついてきます。で、裏側にね、あの、多分こちら読み込むであろう QR コードがね、載っております。では実際にね、開けていきたいと思います。よいしょ、パカッと。あ、かなり小さいですね。ちょっと私が思ってた以上にちっちゃいですね。ちょっと開けちゃいましょうか。こんな感じ、こんな感じ。いや、かなりちっちゃいですね。かなり小さい。クレジットカードと比べてみるとかなり小さい。こんな感じですね。ちょっとクレジットカードよりちょっと大きいぐらいですね。うん、かなり小さめ。まあ、私はね、こちら一応妻用に買ったんですけど、こんなにちっちゃいんだったらちょっとこっちにしようかなっていう感じですね。ちょっと OPPO をね、前に楽天モバイル買ってるんですけども、テザリングでね、結構使いたいなと思ってまして、通信制限もね、かなり緩いというか、まあ、通信制限がかかってもかなり早いんでね、ちょっとこっちにしようかな。こんなちっちゃいんだったらいいですよね、持ち運びに。で、同封されているものはこの楽天ミニのね、本当に小さい説明書。ちょっと飛んじゃってるかもしれないですけど、これですね。あと、充電ケーブル。こちらは USB の Type-C のケーブルがついてますね。あと、これなんだ。これイヤホンジャックの変換ケーブルですね。こちら。こちら。このぐらい見えるかな。こうね。イヤホンがね、刺さらないんで直接。こういうケーブルがね、ついてきてますね。あと、充電器のコンセントの部分ですね。本当にこれだけ入ってる感じですね。では実際にね、設定やっていきましょう。いや、かなりちっちゃくて可愛いですね。これ確か私ブラックにしたと思うんですけど、この色で良かったですね。うん。では電源入れていきましょう。ちょっとね、設定やっていくんですけども、ここにね、スクリーンショットを出していきますんで、まあそちらで大丈夫かなと思うんですけども、やっていきましょう。ではね、こちらのようこそ画面から入っていきますね。開始。で、開始を押すと Wi-Fi ね、のパスワード入れる画面がありますんで、 Wi-Fi ね、どれか設定していただいてアップデートね、していくっていう形になりますね。入れると、データコピー、私はしないのでコピーしないを選択しますね。情報を確認してますっていう画面が出ます。次にね、 Google のアカウント、 Google のアカウントでログインしましょうっていう画面が出ますんで、ログインしときましょう。で、ログインするとね、この電話番号でアカウントを更新しますかみたいな画面が出てきますんで、まあ、そちらね、追加していくっていう感じですね。利用規約をね、同意していきます。情報更新、アカウントを取得していますっていう画面が出てきますね。そうするとね、 Google サービスみたいな感じで、Google ドライブへのバックアップ位置情報とかね、スキャンの許可とか、まあ、ここら辺が出てきますんで、まあ、私の場合はね、同意するで
次に行っちゃいます。そうするとですね、次に、画面ロックの設定、セキュリティ強化のためピン設定をしてくださいっていう感じ出ますので、こちら入力していきましょう。4桁ですね。で、そうすると再入力になります。そうすると通知、端末がロックされた場合通知はどのように設定しますかみたいな感じが出ますので、まあ、こちらお好みで決めていただいて、そうすると完了、しばらくお待ちくださいっていう画面がね出てきますね。いや本当にめちゃくちゃちっちゃいですね。これでもいいな、そしたらね、 Google スマートフォンの Google アシスタントとか位置情報の収集の同意とかが出てきますね、まあ、こちらチェックして、まあこちらお好みですよね。次へで顔認証、まあこれはちょっとスキップしちゃいましょうか。で次にね eSIM の設定出てきましたね。こちらで eSIM の設定をしていきます。まあこの楽天ミニっていうのはね、物理 SIM じゃなくて eSIM で利用するものなので eSIM の設定をねしていきます。でこちらね右下のアプリを開くっていうのを押すと、楽天モバイル開いて自動で言ってくれるのかな。あ、自動で言ってくれるみたいですね、位置情報協力のお願いみたいなのが出てきますね。まあこちらは私同意するでいいかな。で楽天のモバイルで、位置情報端末アクセスしますか、まあ、こっち私の場合許可、電話の発信と管理マイ楽天モバイルで許可しますか、まあ、これはお好みでいいと思いますね。でそうするとね、新しいバージョンアプリがあります、最新バージョンを更新してくださいっていう画面が出ますので、こちら更新していきましょう。そうすると楽天モバイルがね、開きます。では更新押していきましょう。更新されてないのかな、されてないのかもしれないですね。されてなそうですね。いやこれでちょっと待ちましょうかね。約1分ぐらいですかね、結構変わりました。ではマイ楽天モバイルね、更新完了しましたんで、ホーム画面に戻っていただいて、真ん中の下のね、丸いボタンを、長押ししていきます。そうするとですね、真ん中ら辺にマイクのアイコンが出て、その左にですねこのこのアイコンが出てきますね。ここを押します。そうするとね、Google レンズにようこそということで、カメラの機能がね、使えるようになります。でこれを OK にしますね。そうすると写真と動画の撮影を Google に許可しますかっていう画面が出ますんで、こちらで許可をします。そうするとこちらでね、今カメラがこういう感じでカメラはね作動しますんで、これのね裏側についている、QR コード、こちらを読んでいきます。このね裏側にこんな感じで QR コードついてきますんで、これをね読んでいきます。そうするとですね、マイ楽天モバイルっていうのがねアプリで開くっていうのが出てきますんで、こちらをね、タップします。そうすると楽天モバイルのねログイン画面が出ますんで、こちらねログインしていきましょう。こちらタップすると、申し込み番号っていうのが出てきます。下の方に行くとですね、お申し込み回線のところの下にですね、開通手続きみたいなところがありますんで、こちらねタップして、開通手続きをいたしましょう。これね後からもらえるポイントはこの開通っていうのがね条件になっていますんで、開通はね確実にするようにしてくださいね。でこちらね開通を押していきます。そうするとね開通済みっていうのがね表示が変わりました。では次にですね、一応こちらで、開通自体はねこれで完了なんですけども、楽天リンクっていうのをね、開いておきましょう。そうすると、位置情報の提供協力のお願い、まあこちら承認にしておきましょうかね。快適なサービスをご利用いただくためにの情報提供ですね、こちらも承認。そうするとねまた楽天 ID とね、パスワード入れる画面が出ますんで、こちらもね、ログインしていきましょう。そうするとね、端末のメディアファイルアクセスを、リンクに許可しますかって出ますんで、私の場合は許可でログイン中になります。そうするとね、楽天リンクへの携帯番号認証っていうやつね、こちら送信します。そうすると、自分の電話番号にね SNS が来て、まあ、勝手にね先進んでってくれるんで、まあ、ここはね大丈夫かなと思います。そうするとね、名前を入れる画面が出ますんで、こちら入れていきましょう。そうするとあ、これで楽天リンクが使えるようになるって感じですね。これでね、初期設定は OK っていうことですんで、キャンペーンのね、ポイントも、これでね、付与されるっていう形になりますんで、利用していく感じですね。いやー、やっぱりね、かなり小さくていいですね。テザリングね、専用機械としてね、私は持ち歩いていきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、楽天ミニの初期設定ね、ちょっと解説させていただいたんですけども、キャンペーンね、ざっと解説していきたいと思います。
今ね、この楽天アンリミットの、キャンペーンですね、プラス1000ポイントキャンペーンっていうのがやっております。こちらね、どういう条件でバナー出てくるかちょっとわからないんですけども、今楽天スーパーセールやっておりますよね。で、楽天で商品を購入するとこのバナーがね、ちょっとここら辺出しておきますけども、特別ボーナスみたいな感じで1000ポイントね、もらえる、キャンペーンっていうんですかね、まあ特別マナーみたいなのが、出た方いらっしゃいましたんで、もしね、楽天アンリミット契約ね、検討されている方で、楽天でね、何か買い物する予定のある方はね、ちょっと積極的に狙っていただきたいなと思います。まあプラス1000ポイントね、もらえるんであればかなりいいですよね。で、次に、楽天アンリミットの契約で、楽天市場ポイントが2倍っていうのね、こちら6月4日からね、こちら後出しでね、始まってきてるキャンペーンなんですけども、6月4日から11日の間、楽天アンリミットを契約すると、ポイントがね、2倍になるっていうキャンペーンね、やっておりますね。こちらね、概要欄に URL 載せておきますんで、詳細見たい方はね、こちら、見ていただいて、楽天経済圏の方はね、こちらかなり欲しい特典だと思うんですけども、これもね、後出しで来ましたんで、6月4日から11日の間ね、で申し込みされた方、なおかつ、この楽天モバイル、まあ、今日開通やりましたけども、こちらの開通期限が今月末までっていう風になってますんで、まあ、この点もね、忘れずに覚えておいてください。申し込むだけじゃね、ポイント2倍になりませんので、申し込んでなおかつ6月30日までね、楽天モバイル開通が必須条件という風になっております。で、次にですね、ステータスによってプラスポイントっていうのはね、今楽天モバイルでやってるんですよね。ちょっとこちら出しておきますけども、こちら私のね、ダイヤモンド会員の特別ポイントなんですけども、7800円分もらえるっていうね、キャンペーンが、来ておりまして、もともとポイントもらえますよね。オンライン特典で3000ポイント、申し込み時の、事務手数料が3300円かかるんですけども、まあそちら分のポイントということで3300円分のポイントがね、後から付与されますよね。それにプラスして、1500円ポイント、こちらダイヤモンド会員の方は1500円ポイントね、もらうことができます。私はこれダイヤモンドだからこのポイント数が表示されたんですけども、こちらプラチナ会員だと1000ポイント、ゴールド会員だと500ポイントっていう風になりますんで、まあ、この点ね、覚えておいていただいて、楽天のね、ステータス持たれているか、まあ、ステータスっていうか、まあ楽天の会員ランクですね、ある程度高い方は、そちらのバナーからね、入るとプラスしてね、ポイントもらえますんで、こちらもね、動画の概要欄に、URL 載せておきますんで、そちらもね、チェックして取りこぼさないようにしていただけたらなと思います。で、次にですね、こちらは前回のね、楽天ミニの時もね、言ったんですけども、ギャラクシーの A7 っていう端末ですね、こちら今ね、最高ポイントっていう風になってまして、費用としては17000円、事務手数料3300円ねかかるんですけども、こちらオンライン特典で3000ポイント、事務手数料3300円分のポイント、セット購入で15000ポイント、紹介コード入力でね、2000ポイントということで、こちら、2万と300円かかるんですけども、ポイント数はね、2万3300円、ポイントもらえますんで、もしね、ちょっとこの楽天ミニっていう端末はやはりね、ちっちゃいですし、こちら SIM がね、入れれるスマホじゃないので、eSIM っていうやつなんですよね。このギャラクシー A7 の方は物理 SIM でね、 SIM 入れて利用することができますんで、正直こちらはね、さすがにメイン端末にするのは多分相当厳しいんじゃないかなと思うんですよね。まあ画面が小さいのはまあ人それぞれね、使い勝手あると思うんですけども、充電の持ちもね、あんまり良くないっていう風に聞いてますんで、まあ私もね、こちらサブ端末として使いたいなと思ってますんで、もしね、メインで利用するっていう方はね、このギャラクシーの方がまあいいんじゃないかなと思いますね。まあ SIM もね、物理 SIM っていうことですんでね。でね、一応ね、もう一つね、キャンペーンありまして、こちらね、覚えといてほしいっていうか、一応ね、こちら注意喚起って感じなんですけども、今ね、こういう感じで、楽天光が、1年間無料キャンペーンっていうのが、2020年6月1日から8月1日でね、やってるんですよね。楽天アンリミットと楽天光両方申し込むと、1年間無料っていうね、楽天光っていう、まあこちら家のネット回線のね、キャンペーンなんですけども、こちらね、やってるんですけども、これ注意してくださいね。楽天光って今現在ね、そこまで評判良くないんですよね。特にね、これ光なんで、ポケファイみたいにね、すぐ切り替えられるようなね、ネット回線じゃないんで、一回入れちゃうとね、なかなか切り替えって厳しいので、正直言うと全然おすすめできないので、これね、キャンペーンページに載ってるんですけども、
楽天光っていうのは初期費用がねかかったりとか、3年の縛りとかね、ありますんで、これ一応ね1円無料なんですけども、2年間はね残り契約しなきゃいけないんで、このキャンペーンはねあるんですけども、簡単に釣られないようにねしてくださいね。まあ私もね今楽天経済圏ちょっと足を踏み入れてまして、この楽天光ね契約すると SPU1 倍上がったりするんですけども、ちょっとねまだね利用するにはねちょっと早すぎると思いますんで、個人的にはねあんまりおすすめじゃないので、こちらキャンペーン自体ありますけどもスルーするようにね、してくださいね。今回はこの楽天ミニのね、開通と設定、紹介と後出しされたキャンペーンですね、楽天アンリミット、かなりね後から、キャンペーンがねたくさん出てるんですけども、こちらね、解説させていただきました。楽天アンリミットのキャンペーンがねどんどん後出しで、キャンペーン出てきておりますんで、ちょっとね今が一番いいタイミングかっていうのは正直わからない部分でもあるんですよね。この後もっと他の端末がポイントアップしてキャンペーン出てくる可能性もありますんで、まあこのキャンペーン自体はですねいつ申し込むかっていうのは人それぞれねタイミングがあると思いますんで、正直一概にはね今ってちょっと言いづらい部分がありますんで、その点だけはね覚えておいていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。